もう引き返せはしない。よう、明智殿。よかったな。これで恩敵がまた一人消えたわけだ。だがこれで仇討ちがなったわけじゃねえだろう。長政を倒して、その次は誰だ？孫一か？いや、信長殿の仇討ちなら、すでになっている。何？今俺たちが戦っているのは、天下一新をなすため。桃地殿も、信長殿の志は存じているだろう。ああ、そうだ。そうだったな。あの野郎、目を覚ましやがったのか。桃地殿。あ、いやいや、なんでもねえよ。そうだ、俺たちはやるべきことをやるだけだ。